の経過や自分の名前を刻もうとされたのです。ところがこれをお聞きになりましたダメ方久兵衛のお母様が、お前のやったことが立派なことであればわざわざ刻まなくてもその名は末代までも残るであろうと言われ、そのままになったもので、この一日にしてこの母ありの。